みんな、みんな目が覚めたでござるか。雄夜浄土への君臨を果たす。お嬢様はすでおいらたちもぐっすり。はい。では先ほど水浦の番で見たのですが、それに私今回はモナカ。これまでの元気メギストス卿。いえそんな あまりにも貧相な元気。すべて言ってしまっているで。一般的に先生術師はとても超越した。そんな愚昧な期待。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃないけど、平常心を保てるものは元気。そうだぞ。それにモナの元気は。そうですか、ならいいでしょう。過度な期待がなければ。水浦の番によるとすでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか。見たところ、もしかして、まさか私。問題はそこではないと思うが。怖いのですか。いいでしょう。始まった。泳ぎへの自信による自慢。お嬢様、言葉遣いに。先に行っていますよ。の元凶。雄夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなくてよかった。天才先生術師の元凶は。では早速。行くぞ。
あの中に入ってったぞ。かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の独り言が。人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか。私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして。少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メギストス。こういう時は先ほどのは以前のは経験を積んだ今は宮廷大魔導士って他者に誤解を抱かれるせ。実はこういう。でも私は天才で。こんな壮大で綺麗な場所でそういうんうん。そのではここい。周りの様子が変わった。どうやらモンドの産地のようですね。でも周りは変わらず果てしない。先ほどのように。はい、こっちだ。おや、水面に何。これって絵か。とある地点を指して。私に皆をそこへ導かせようとしているの。どうしてあなたが先頭を。いざ。
行くぞ。無駄だ。無能。行くぞ。くだらない。先生術は真実を顕現させることができる。しかし誰もが自分の運命を受け入れられるわけではありません。ですが構いません。壁に当たることも先生術の修行の一環です。彼らを説得するには私が強くなるほかないのでしょう。山で知らない冒険者に会いました。彼は私と同じように果実を取りに来た人で、私にも分けてくれました。そのお礼として彼の要求に応え占いをしてあげたのです。結果はおぞましいものでした。彼は黙っていました。意外なことに彼が私の占いを疑うことはありませんでしたが、とても困っている様子でした。それでも前に進まなくてはならない、冒険者が困難を恐れてはならないんだ、そう言って彼は再び登山用リュックを背負い山頂を目指したのです。
ですが、このことは終始私の心に残っており、拭い去ることに。うわ、また出てきたぞ。モナ、私は彼でもその人悪いことにな、日々の娯楽自らが導き、残酷だが普段ならこんなこと私たちが研究しない。ああもう、だから先生術師は嫌われやす。なぜそうも騒ぎ立てる。お嬢様は違うわ。スポーズ、おやおや、どあたいも別に人の秘密を。もしも運命が、斧が本心ご本ありがとう。聞こえないわ。まあまあそんなこと。お嬢様の、そこまで言うなら仕方ないわね。私は浜辺に行くとするわ。行くぞモナ。はい、すぐ行きます。くだらない。風の行く先を。またここに戻。まだ物語はつ。よっ。行こう。だ。行くぞ。あれ、水辺で止まって下に行かないぞ。行くぞ。無駄だ。くだらない。Thank you.
しかしてさっきのはこいつを待ってたのか？いざ。お、これは。またモンドの顔。どうして私の家が。家？おや、これはまた床に置かれた本に。こっちにも。見る。部屋のしつらえも実によくて。私は時折手元に現金がないだけ。そうだったの？お嬢様。あ、うふん。何時は？ああ、そうでした。メギストス卿。モンドの料理か？いいのか？そういえば、ふむ。あのお二方は。もし行くのでしたら。それよりも、今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は。部屋に。ああ、そうでした。うわあ！先制術師は最も奥深き聖書を見抜くことができる。ゆえに。傲慢は許されない。もしもこの学問によって自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば、逆に星に見放されることになる。昔の私はなんて盲目だったのでしょう。宇宙にある全ての運命を理解した気になっていたなんて。迷うべきじゃないよ。お前が迷ってしまえば、たとえ先制術でもお前を救えはしないのだから。おばばはそう言っていました。私たち先制術師は自らの命運を図ることはできないのです。しかし今日この言葉が別の意味を持ち始めたような気がします。人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても、彼らは砲を上げ出航する。変えることも逆らうこともできない。だからこそ運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り、天地の秘密を覗く。傍観だけで十分、何かを変える必要はありません。この世には完璧な伝説も、全てのものを救えるヒーローもいません。私がすべきことは自らの運命をつかむこと。さすがは天才先生。ありがとうございます。星は宝石の。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんて、モナの心にはきっと、うん、これこそきっと私たちがのぞ。この星空はとても美しい。この中のすべて、これは間違いなく帰還。知っていますか、テイは失踪した息子。あの人は私。病気はな。どのようなことであろうと、あなたを表す星。逆にですので、私は皆さんが。そのためにまたこれらが無駄なのは知っています。それでも人はいつもこの広大な星の。星と星は。でも、うん、私は今から
水晶でできた透明な小鳥、綺麗で儚く心を動かす歌を歌う。しかし凡人たちにはそれが見えず欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに光に従って夜を越え星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ愚昧にとらわれる鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして人々に運命を見せるよう導くことこそ鳥の意義なのだ。ここに戻ってきたってこおかしい。私の元凶にはそれとも私たちに関係するこれらの元凶、つまりこれらの元凶、誰かが何かをやっ言い換えれば純粋な、はあ、皆の者、初めて島に上陸したあの日、拙者は拙者たちと、はい、もしかするとそしてそれら、あ、確かに私たちといかにも、うん、意志の固い人は、つまりいえ、お嬢様は、うん、私の様子、よし、でもいいのよ。笑えるな。いざ、はっ、ほれ、行こう。いざ。くだらない。
星空に。無駄だ。